コロナでフェスに出られなかったアーティストたちのカバー曲を歌おうとするが、純粋すぎて全くオブラートに包まない藤井風。このロックフェスティバルに立つ予定だったのに立てなかった方々の曲を歌わせてもらおう思います。題してコロナメドレーいうことで。三重県で初めてライブを行うにもかかわらず、純粋すぎて全くオブラートに包まない藤井風。皆さん、今日はこんな偏僻なとこまでよう来てくれました。コント番組に出演した際、シソンヌ二郎のアドリブに対して、純粋すぎて全くオブラートに包まない藤井風。ジャニーズ事務所に入りたい。お前の顔じゃどこにも行けんぞ。自覚を持て、自覚を。